はい、どうもこんにちは、ラクチャンネルのラクです。今日はですね、ちょっとまた大相撲アクションネタをね、させていただこうと思います。大相撲アクションね、こちらの方の、カメラすごくね、使い勝手がいいです。室内撮りもね、最近はこれでずっとやってるんですけどね、今日はちょっとこいつを見せるために大相撲ポケットでね、撮ってますけど、意外とね、こちらの方明るく、僕のね、勝手なあれなんですけど、GoPro とかだとね、結構こう暗く映ってしまったりすることが多かったんですけど、なんか大相撲アクションはね、なんか僕の部屋のこのライティングっていうか明るさと、合ってるのかどうか、すごくね、明るいし、なんか綺麗に撮れてるようなイメージがあるんで、もう室内撮りも大相撲アクションでね、いいかななんて思ってる今日この頃です。はい。で、こちらの方ね、ちょっとアイテムをね、作ってほしいという依頼があってですね、3D プリンターでね、作ってみたんです。で、前もちらっと言ってたかな、この、レンズキャップ、ね、僕用にちょっと作ってみたんですよ。これ、実はね、レンズキャップ、もう Amazon でね、まあ、下の方にも一応リンク貼っとこうかな。まあ、もう出てるんですよ。なんていうかシリコンみたいなやつでね。で、僕はまあ、わざわざそれ買うのも、あれ、プライムじゃなかったのかな確か。まあ、下にね、載ってるやつも、多分、プライムのやつはまだなかったと思うんでね。まあ、あったらあったで、それ載せておきますけど、まあ、買うときね、プライムの方がみんないいでしょ。だから、プライムじゃ なくて買うの嫌だったら、押さないね。買わないでください。でもね、まだね、商品の数的にはすごく少ないです。僕も見つけたのは多分一つだけじゃないのかな。ちょっと前に探したんですけどね。で、僕はそれでもう自分で作ってしまったらいいじゃないかっていうことで、作りました。それがね、まあ、こんな感じのシンプルなレンズキャップです。もう本当にはめるだけ、こうやってピッと。ね、こうやってはめるだけのものになってるんですけどね。まあ、そんなにスコットを抜けるような感じにはなってないんですけどね。まあ、そういうのを作ってました。で、それでまあ、レンズキャップね、作ってもらえませんか、もしよかったらね、出してもらえませんかということを言われたんで、で、まあ、その方にもね、一応 Amazon で売ってますよとは、ご紹介をしたんですよ。だけど、やっぱり作ってほしいということだったので、まあ、ただね、僕が作るとね、3D プリンターで、まあ当然ね、精度的にも、これ見えるかな、今日、大相撲ポケットで撮ってるんでね、ピントも合ってんのか合ってないのかよくわからないんですけどね、やっぱりこう製造をする段階でどうしても 3D プリンターだと、このバリっていうかね、そういうのが出たりとか、やっぱり造形的にもさ、当然シリコンとかで大量生産金型作ってね、された方が造形も綺麗なんで、そっちの方がいいんじゃないかなとは思ったんですけど、まあ、せっかく作るんだったら何かこの分から変えたいなと思って、一応レンズキャップ止めるような、レンズキャップをこう、紐ね、通してこう、吊るせるようなもの、だけここにね、ちょっと加工でつけてみました。ね。で、まあ、それとあと、まあ、正直これ作って送るのは、まあ、造形があれなのと、僕個人でやってる、ね、メルカリとかで売ってると、結局送料が一番かかっちゃうんですよね。まあ、こんなんだったら、一番安い、なんていうか、手紙っていうか、ありますよね。ヤマトのやつで、猫ポスかなんかの一番、こう、なんですか、まあ、封筒みたいなんで物を送るやつ、一番安いやつで送料はいけると思うんですけど、まあ、送料が結構なんだかんだ言って高い、かかってくるね、製造とかの、お金よりも。で、まあ、一回送るんだったら、これだけじゃなくてね、何かセットでした、できたらいいんじゃないかと思ってね、これも僕は個人的に、これもね、Amazon で売ってるんですよ。レンズフードみたいですね。で、これをね、作ってね、僕、個人的にちょっと使ってみようと思って、まだそこまでね、使えてないんですけど、作ってみました。こんな感じになるんですけどね、こんな感じ。ね。で、これをね、一緒にセット販売でいいんじゃないかなと思って、そしたらまあ送料もちょっと抑えれて、まあなんていうか、まあどっちもいらんっていう人もおるかもしれないですけどね。だけど、こんなん、まあ正直、元値的にはね、作る時間がちょっとこいつの場合かかるけど、まあ両方合わせて、もうそこまでね、僕が今まで作ってた、なんていうんですか、大相撲ポケットのこんな、ね、入れるマウントケースに比べたら全然、時間はかからない。まあ、言ってもあれか、半分くらいかかるのかな。だけど、まあ、そのくらいの時間で作れるんで、まあ、これ販売しようかなと思
います。まあ、欲しいという人いてるんでね。で、これはね、僕が使ってたやつなんですけど、共同的にちょっと、あれかなと思って、ちょっとごつくしました。こんな感じ。ちょっと違いわかります？こっちが、僕が使ってた。まあまあ、ピントがよくわからないな、本当に。まあ、こっちのね、ちょっとごつくしたバージョンで、今、最終調整をして、やっぱりね、届いたはいいけど、いきなりパキッとかやってね、折れちゃったりすると、もうなんか申し訳なくてね。でも 3D プリンターで作ってるから、やっぱり強度っていうかね、特にこの、なんていうか、この層でね、こう積み上げながらやってるから、どうしてもこの層に対してパキッとね、こう、力が加わると弱いんですよ。だからやっぱりね、ちょっとそういうとこが気になるんですよね。せっかくね、お金払ってもらったのに、もう申し訳ないなと思ってね。で、ちなみになんですけど、このレンズフードをつけた状態でね、どんな感じになるかだけちょっと。まあ、実際ね、そんなにまだ実験して試せてないんですけど、これね、4K の、今60で、撮ってて、手ブレ補正がオンの状態です。オンの状態でこんな感じになってるんですよ。で、これオフにするとね、これね、ロックステディ、オフにしちゃうと、どうなるかっていうと、こんな感じ。もうレンズのこの、とこが見えてるの、黒く見えてるの分かります？これ。ね。だから、手ブレはオンの状態にしとけば、使えるっていう感じです。まあ、オンの状態でね、動かしてやっててもあんまり黒いのは出てきたりはしなかったんですね。あとはね、だから、そうね、歪み補正をオンにしてあげると、ちょっと、これが、手ブレはオフだよね。うん、手ブレオフで、歪み補正がオンの状態。ね、それでもちょっとなんていうの、これもクロップっていうのかな、画面がちっちゃくなっちゃうから、こんな感じ。だから黒いやつは見えてないと思うんですよね。はい。だから、ロックステディを、手ブレをオンにして、歪み補正を、ね、歪み補正ね、この横からピロッと出してこう使うやつ。歪み補正オンの状態だと、ここら辺、ここのぐらいまで狭くなっちゃいます。ピントは手のかなぁ、もうわからないなぁ。はい。ということなんで、まあ、このレンズフードを使う場合は、まあ、基本的には手ブレ補正オンの状態で使ってほしい。まあ、もしくは、歪み補正をオンにしたら、まあ、とりあえずは、この黒いやつが出てこないくらいの感じになるっていうものなんですけどね。まあ、これもつけて、まあ、使ってもらえたらいいんじゃないかな。これとこれね。はい。ということで。で、まあ、オズマクションのね、製品、このやつとしては、もう一個ね、作ってるやつがあるんですよ。どこですか？これはね、まだね、ちょっと試作段階。じゃーん。はい、なんでしょう。もう何かわかんないね、これね。これまだ試作段階です。これ何かっていうと、ここにクッションがついてます。クッションね。クッション。で、僕の最近の動画ちょっと見てたら、なんかわかると思うんですけど、バイク走ってる時の動画、結構ね、最近撮ったりはしてると思うんですよ。こいつでね。で、その時にね、すごく、まあ、こいつの、風のノイズ、除去機能みたいなのをオンにすると、なんかすっごいね、機械補正が入って、なんか嫌な音に、僕はあんま好きじゃない音になるんですよ。なんか変な補正が入りまくってる。だから、その、ノイズ除去をオフにしてます。ね、オフにすると当然ですけど、風がゴー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 言うて音が、入ってくるわけですよ。で、それをなんとかね、できないかなと思ってね。で当然、まあ、バイクにマウントするんで、今ちょっとこれにマウントしておきましょうか。ね、ちょっと。だから、まあ、当然このケースをね、オズモマウント用のケースをつける。つけた状態で、乗せるということになるんです。こう、まあ、こういう状態ですよね。バイクにつけるにしてもね。で、マイクの位置なんですけど、横の、この一番上。この顔にピントが来ちゃってるけど、まあ、もうしゃあないね。一番上。ね。で、あとはマイクがね、このね、こっち。電源ボタンの、こっちの電源ボタンの、この横にあるんですよ。ここに。
ね、マイクの入り口が。で、ここをまず塞ぎたいというか、音がね、風ノイズを除去したいということで、毛がいっぱいついてるモフモフみたいなのとかをね、さ、つければいいんですけど、まあ、なかなか輪ゴムで毎回つけたり外したりっていうのもめんどくさい。かといって、まあ、なんていうか、まあ、ちょうどね、この駆動部分にね、こうパチンと開けるとこに、ここがマイクなんですよ。だから、ここになんかずっと常時つけてるっていうわけにもいかんでしょ？電源ボタンもあるし。ね。まあ、こっちの方は、まあ、そういう加工でもいいにしても。ね。で、あと、ここにスリットが入ってるんですけどね、横のところ。これ見えてんのかな？ね。スリットが入ってるんですけど、おそらくですけどね、こっちが、ここ、熱処理の関係でね、この大相撲、アクションの下の部分、ここ、レンズの下が開いてるんですけど、おそらくこっちから吸気してこっち排気してんのかな。おそらくこれもね、放熱関係のダクトだと思うんですよ。で、一番上が、あれね、マイクになってると思うんですよね。だから、ここもあまり、なんていう、常時塞ぐような感じにはしたくないということで、僕が考えたのがこちら。まあこれもね、何回も失敗を重ねながらやっと落ち着いたんですけど、どうなってるかっていうと、この上のところね、に、ちょっとこういう風な鍵爪みたいな感じにここがなってます。で、それがね、こっちのこの、パコンって開ける、これね、このパコンって開ける、こいつに引っかかるようになってます。ね。で、横の幅をジャストサイズくらいにしてあげると、こういう感じになって、キューッと押していくと、今カチンって言いましたね。カチンって言います。ね。これで引っかかってるんで、まあ、すぐには抜けない。すぐには。ね。横がジャストサイズで、この、挟み込んでるんでね。で、ある程度この縦の長さもあるんで、そこまでは、いかない。で、これまだ仕様変えるかもわかんないですけど、ここへスリットが、外側の 3D プリンターのやつも入ってて、この中にクッション材が入ってます。で、クッション材はもう茶色いやつなんだっていう話なんですけど、これはね、皆さんもご存知の、はい、ドアの隙間テープ、ね。これを、使ってみました。ね、これを使ってます。だからこれで、こうやって、カチンとやれば、とりあえず、音がね、ある程度塞げて、で、外の音はここから取り込んで、まあ、風のノイズはちょっと防いでくれると。で、一応、で、これ、録画開始ボタンがこっちに開いてて、で、反対側が、これもね、マイクのさっきの位置を見てもらったらわかると思うんですけど、ちょっと半分ぐらいね、電源ボタンが隠れるくらいでクッション材が入ってます。だけど、スリットを入れてやることによって、電源ボタンは一応押せます。ね。こういうふうに押せます。ね。はい。押せるくらいの感じにしました。で、ここへ、モード切り替えボタンのとこも穴開けてます。ね。これもちょっと位置が、まあ、あれかな。ただ、今ちょっとね、上のこのバーと被ってるんですよ。あんまりこのバーも細くしすぎると強度がなくなっちゃうんでね。まあ、とりあえず押せたらいいんじゃないかなと思って。まあ、そこら辺はちょっとね、雑というかもう限界がありますよね。3D プリンターで作るっていうね。はい。まあ、こういうのを作ってます。これもね、まあ、どうなんだろう。いる人が、いてるんかな、こんな。でも、これワンタッチでいけるの良くないです、これね。パチンっていうのね。で、まあ、多分だから普通に待ちぶらしたりするときも、これで撮れると思うんですよ。ただまあ、一番の問題は、多分デザインがかっこ悪い。なんかね、なんかかっこ悪い。で、どうしてもね、あれなんですよ。3D プリンターの造形って、こう、層で積んでいくんですけどね。どこかを下にしないとダメなんですよ。で、下にしたところってね、ちょっとこう、粗くなるんですよ。造形が。見えるか？見えてんのかな？これ。ちょっと明かりを。僕の顔もかなえられる。なんか面、すごくね、汚らしくっていうか、なっちゃうんですよ。だけど、これを例えばこういう風に造形すると、この上の部分が作るのに、ここら辺全部サポート材っていうんで埋めてあげないとダメなんですよ。時間もかかるし、で結局サポート材で埋めたところは汚くなるんですよ。その、外した時にね。だから、いろいろ考えたらやっぱりこういう風な造形の仕方になるんですよね。どうしてもこう、
表が見えちゃう。まあ、それかもしくはこう作ることもできるんですけど、これもね、あんまりちょっと、なんていうか、表か後ろかは、こうつけたりするときは、後ろかは、まあ、汚くは絶対なるんでね。であと、強度の問題で、これだとこういうふうに、裂け目っていうかね、層が立ってるのに対して、まあ、こうなるかこっちの方がいいのかな。ちょっとそのあたりはね、強度と相談しながら、ちょっと作ってみようかなと思うんですけど、結構ね、中のところに、この、なんていうか、サポート材っていうのがついて、除去するのがね、大変だったりしたんですよ。このタイプね。こういう作り方だと。だから今はこう作ってみて、結構これが良かったんですよ。だからこれでね、調整して作れたらどうかなと思います。あ、また長々話がなってますけど、ちょっとバイクで、撮ってみた映像がね、ちらっとですけど、あるので、それをね、ちょっとご覧いただけたら、どうかなと思いますね。じゃあ、とりあえずバイクの映像、これが、つけた時と外した時と、ということで、じゃあ、ちょっとご覧ください。どうぞ。はい、どうも、いかがでしたでしょうか。とりあえず、それなりに効果はね、あるんじゃないかなというふうには僕は思ったんですけど、皆さんはいかがでしたでしょうか。まだね、改善の余地はあるかもしれないとは思ってるんですけどね。まあこれもどうなのかな。僕は本当に個人的に自己満足の世界で作ってるんでね。まあ本当に必要な方がいてたら、まあメルカリで買っていただけたらありがたいかなとは思いますけど、まあね、自己満足で作ってるんで、まあでも皆さんもね、なんか逆に 3D プリンター持ってなくて、こんなん欲しかったんだとか、まあもうちょっとここをどうにかしてくれたらより、欲しいですよみたいな意見があったらね、コメント欄にね、入れといていただいたら、またそのあたりは検討してできるもんだったら機能としてつけていけれたらなと思います。で、これまだ実験段階なんで、最終ね、調整できたら、販売をしようと思います。これもね。はい、ということで、とりあえず、こいつ、このね、キャップと、このフードの方は、とりあえず2、3日中とか近日中に、メルカリの方ね、出しますんで、なんかメルカリも僕使い方本当に分かってないんですけど、なんかユーザーっていうか僕のこのアカウント、メルカリのアカウントフォローしてたら、なんか僕が出品したらすぐに通知が行くんですかね。そういう機能もあるみたいなんで、僕のメルカリの商品全体を載せてるアカウントのページは、下の URL、URL のところに、概要欄に載せときますんで、もしね、よかったら、これ欲しいなっていう方がいてたら、それからこの風貌っていうかな、なんていうの、これも欲しいなっていう人言ってたら、僕のメルカリのアカウントをフォローしといてもらったら、連絡はちゃんと行くみたいなんで、もしよかったらそれしといてください。じゃないと、動画じゃないとね、発売したっていうことをね、お伝えできないんで、まあそれもめんどくさいんで、まあできれば、メルカリのアカウントをフォローしといていただけたらなと思います。はい。ということで、今日はこちら、オズモアクションのまたね、3D プリンターの作った用品関係でした。またね、こんなんもどうですかっていうのがあれば、言っていただけたらいいかな。コメント欄もどんどん活用していただけたらなと思います。そしたら今日はこの辺で失礼します。さよなら。